どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらウルトラマンの二次メダル回収のね、周回遠征2パターン紹介していこうと思います。ピグモンをゲットできるのと、あとはですね、このウルトラマンイベントの二次メダルが10枚でね、交換できるキャラクターですね、星6の火属性にいるんですけど、こちら、ジャイガントロンですね、こちらが二次メダルで交換できます。バインドスキビオン、回復エルジ、コンボ強化プラス浮遊10強3つスキブ持ってて、スキブ6個のね、回復エルジ、なんとスキルブースト9個持ちにもできます。さらに浮遊10強3つで火力もありますし、まあまあそれで火力も出せて、スキルも強化ドロップ 100% 目覚め盤面76マス6解除非急行生成持ってて、盤面縮小対策としても運用ができるね、76リーダーキャラとなっております。まあ無課金キャラという視点で取っておくね、価値はあると思います。もう今日はね、サクッと回収できる周回編成2パターン紹介していこうと思います。はい、この周回編成参考にしてもらえればですね、レベル10とレベル8どちらか周回できると思いますので、二次メダル集めができます。組めるんだったらレベル10が一番おすすめで、レベル10編成難易度少し高いので、組めない人はレベル8チェックしてもらえればなと思います。まずはレベル10の周回編成から紹介していきましょう。それではレベル10の周回編成紹介していきます。まずはレオからですね。レオはスキブにリダチェン対戦に体力キラーで覚醒8枠止めで、アシストがこちらブライドステック継承ですね。はい、でまあ続きましてこちらノアです。スキブに上限解放潜在の覚醒8枠止めで、こちら白蓮光武器継承ですね。はい、根っからのライジングです。回復エルジー、スキブ潜在、遅延2つにこちら、シルビー武器継承ですね。はい、シルビー武器継承で、からのこちら、ちょっと待って、シルビー武器がスキルベ1になっとる。シルビー武器はスキルベマックスでお願いしますね。はい、必ずシルビー武器はスキルベラマックスでお願いします。はい、ここスキルマです。で続きまして、どれだ、どういった編成、これですね。はい、こちらノアです。スキブ8枠止めの上限解放潜在で、リムドラ武器継承からのラクシュミーです。スキブ上限解放にパイモン武器継承で、ラストのはスキブの8枠止めの上限解放にラミリス武器継承って感じになっております。という感じの編成ですね。3分ぐらいでレベル10周回できるんでね、まずはこちら使って遊んでいきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずはノア1段階目からのライジング変身で、リムドラ打ってあげてパイモン使いましょう。はい、ダブル吸収発動ヘイストでからのラミリス使ってあげて、ウルトラマン80ですね、リナの武器使います。はい、でずらすだけです。これでヘイストしまくりながらワンパンしていきましょう。枝豆がないのでめちゃくちゃ快適1コンボずらしです。さあ続きまして2階層です。2階層はもちろんノア2段階目使っていきます。ダメージ吸収無効に関してはパイモン武器が発動してます。レダチェンはリーダーのレオについてますので、ずらしてあげれば OK です。そしたらこれでワンパンしていきましょう。倒していきます。で3階層です。3階層はノア使ってあげてずらしていきます。はい、サブのノア使ってあげてずらしていきましょう。ノアずらしワンパンしていきます。これで2コンボ組んで突破していきましょう。さあ続きまして4階層です。4階層はリーダーのレオ使ってあげてからノア使います。レオからのノア使ってあげてずらしていきましょう。レオからのノア打ちましょう。でドロ強はもうね、異常なぐらいこの遠征積んでありますので、ジャッカドロップ以外ドロ強入ってるんで簡単に突破できます。ジャッカドロップも効かないですね全く。で、5階層です。ちょうど5階層をちゃんとね、シルビースキルマにしておけば、ここでね、ライジング溜まり直します。そしたらライジングからのノア使ってあげてずらしていきましょう。はい、これでワンパンしていきます。ずらしワンパンしていきましょう。これでシルビー武器発動してあげて突破していきます。さあ続きまして6階層です。6階層はフレンド側のノア使ってあげてワンパンしていきましょう。爆弾生成もアシスト無効もノアずらすだけなんで関係ありません。これで倒していきます。はい、さあこのまま突破していきましょう。さあ続きまして7階層です。7階層は、ラクシュミーからのライジングからのリーダーノア使いましょう。ラクシュミーからのライジングルーレットワガキからのノア使ってあげてずらしていきます。はい、これでワンパンしていきましょう。倒していきます。あ、ごめん、やばい、固まってる。ということで8階層です。8階層もノア使ってあげて倒していくだけですね。もうここ一番楽です。ノアずらし2回するだけですね。はい、でまあ属性吸収無効に関しても発動してますので、ノア使ってあげてこれで殴りましょう。
さあこれでまずは一発殴ってあげて、はい、からのノア使って倒していくという感じの編成でした。いかがでしょうか。もうこの編成組んであげたらですね、レベル10をこんな感じでもう立ち回り完全固定で落ち込むなしでね、盤面にコンボ周回していけるんでめちゃくちゃおすすめですね。はい、で報酬に関してなんですが、こちら金メダル確定ドロップで7枚角ドロしてくれます。なんで、まあ、交換したいキャラが20メダル10枚だったら、まあ、1.4 枚分取れますので約8周ですね、8周で確定交換ができるという感じになっております。はい、もう11周すれば全部報酬取れて、だいたい1周3分ぐらいなんでめちゃくちゃおすすめですね。まあ、組めるんだったらまずはこれがおすすめなレベル10編成でした。次レベル8やっていきましょう。さあ続きましてレベル8です。リーダーノアですね、スキブに入れたチェーン耐性つけてあげて、ジルクロム、まあ、50% 以下強化武器継承ですからのギルガメッシュ、スキブつけてあげて、こちらメビウス武器ですね、ビオーネ、シルバーファング、クロエ等ですね、激減2ターンプラス属性吸収2ターン武器で代用できます。で、ノルディスです。7強プラスとかも潜在も一切いりません。で武器に関しても不要なんで武器もつけなくて大丈夫。もう1点ノルディスも武器つけなくて大丈夫です。ノルディス2枚何で入ってるかっていうと 50% グラビティ分ですね。 50% グラビティ使えれば何でも OK なんで 50% グラビティ要因で代用してあげてください。で、こちらノアですね、スキブに上限解放の、まあ、できれば覚醒8枠止めがおすすめです。で、武器はもちろん不要です。何もつけなくて大丈夫。最後フレンドノアもスキブに8枠止めの上限解放で、武器は何もつけなくて大丈夫って感じになってます。もう本当に PDC の通り組んでもらえれば大丈夫です。レベル8の方もねラストやっていきましょう。まあ、こっちの方は編成難易度が極限まで低くなりますので、あの1パターン目の編成が組めない人はこれおすすめかなという感じです。まずはノアからのメビウス使ってずらしていきます。ノアからのメビウスでズラッシュワンパンしていきましょう。これで突破していきます。さあ続きまして2階層です。2階層はノア使ってあげてズラしていきます。はい、ノア使いましょう。で属性吸収は武器で発動してますので、これでズラすだけでワンパンできます。でまあ続きましてワンパンしてあげて3階層です。3階層もノア使ってあげてズラしていきましょう。もう本当にノアずらすだけなんで簡単に破壊していけます。はい、ノアずらしましょう。 OK、 これでワンパンしていきます。でまあ続きまして、4階層です。4階層はノア使ってあげてずらして殴っていきます。もう本当に生成破壊するだけで、無効貫通に関してもですねスキルで発動してますので、ノア使ってこれで倒していきましょう。はい、ワンパンしていきます。さあ続きまして5階層ですね。はい、5階層に関してもノアずらしましょう。もう本当にノアずらし続けて破壊していくだけなんで、ちょマジであの話すことないんだけど、一生ノアずらしていきます。はい、これでノアずらしてあげて5階層もワンパンです。そしたらラスト6階層ですね。6階層はギルガメッシュからのノアからのグラビティ2枚で 50% グラビティ発動していきましょう。もうそれだけです。はい、ギルガメノアノルディノルディで 30% グラビティ2発使えます。まあこれ編成難易度下げるためにあえてノルディ使ってるので、まあ、ここ何でも OK です。もうそれこそサノスとかでも、あ、サノスちょっと重すぎるな。あのとにかくグラビティ2枚なら大丈夫です。 50% 削れるようにしてくださいという感じの編成でした。まあマジでこんな感じやってもらうだけでめっちゃ簡単に周回できて、はい、こんな感じで金メダルドロップします。では、まあ、6枚落ちるので、まあ、6枚ドロップって考えたらこっちもかなり美味しいのかなと思います。まあ、もちろんね、あの金メダル角ドロなわけがなくて、レベル8は金と銀が落ちますが、まあ、言うて金メダル結構落ちますので、まあ、周回の、速度とかもね、あのかなり速いので、まあ、全然レベル10組めない人はこっちやるっていうのはかなりありかなと思います。まあ、なんでレベル8かレベル10お好きな方でね周回していただければなと思います。ということで今回はウルトラマン周回編成2パターン紹介動画でした。ぜひよろしければチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。